どうカバーするか、でさらに言うと HP とディフェンスの低さをどうカバーするのかっていう点がスキル編成で重要になってくるかと思います。続いて特技性能について、まず特技値が SCT10 秒でストックが5、遠距離攻撃でかつノックバックもついてくれているので牽制ができます。ストックが5あるので、例えば海賊の宴などでストック満タンでスタートした際っていうのは、特技値を使い切れば魔法ダメージが最大化しますので、これがまあ一番使いよいかなと。特技には SCT が20秒でストックは3、遠距離攻撃などに飛び込みがついてきます。これがね、僕はあんまり使わない方がいいかなと思ってます。ゼロ息を持ってるんで敵に近づくことでのメリットはあるんだけれども、やはり究極詠唱によって詠唱スピードも遅くなってますんで、敵と近い位置にいるのはデメリットの方がやっぱ大きいと思うんですよ。魔法演出中などで詠唱が途切れるタイミングで他に使える特技がなければっていう時ぐらいしか使わない方がいいかなと。特技さんは SCT が53秒でストックは1、なんと53秒ってのはちょっときついですよね。電話ボックスとチャージ特技さんとサルメアの指輪、もしくは SS レアのノノパクラとかを装備した状態でようやく1回撃てるっていうかなり重い特技ではあるんですけど、全体攻撃ってのはやっぱりかなり使いよいと思います。周回とかでさっきのセッティングでストレングスを上げて特技さんを使って高速周回するっていうこともできますし、特技値と合わせて牽制にも使えますんで、特技さんで敵全体をひるませて特技値のノックバックで距離を取って魔法発動みたいな戦いやすいスタイルもあるかなと思います。まあでも全体を通して火力のための特技というよりかは、距離を取ったり個性2によってダメージ上限を上げるための特技という感じで捉えてる方がいいかなと思います。というわけでお待たせしました、牽制ラグロボス育成テンプレ最終形の方針は高効率型です。まずもうシンプルに増強していった方がいいんですよ。光属性以外の魔法が使える上、個性で全魔法クリティカルが可能なんで、あれこれするよりかはもう基本的なステータスを上げるのが一番効率がいいと思います。で、光属性魔法持ってないじゃんという点で、まあ、シャイニング装具つけた方がいいのかなっていう指摘はあると思うんですけど、光属性以外の弱点やったらね、もうアポカリプス使っちゃえばいいんで、シャイニング装具はいらないというふうに判断しました。で、弱点である HP とディフェンスなんですけど、まあ、そもそも低いんで、ステータスアップ系スキルって割合アップなんで、元の数字が低いとつけても効率悪いんですよね。だったら元々自前で高いマインドを生かす魔導結界を活用する方向で考えていきます。で、組んだ育成テンプレがこちらになります。今回はスキルコスト92で組んでいます。まずレア好み主導可能なものとしまして、精神アップ、精神アップ極み、 MP アップ、魔力アップ、魔力アップ2、月光、プラウドフォース、栄養のポーズ、プラス S レア役で戦士アップの2、MP アップの2、ロイヤルアーマー、オートプロテクション、プラス SS レア役で戦士アップ3、MP アップ3、魔力アップ3、魔力アップ4、オートオーラ、ローブブースト、魔導アップ3、女神のキス、知識の貿易、杖ハイブースト、栄光のポーズ。まずマインドインテリス MP は全て入れてます。さらにローブブーストでもマインドを上げています。これで魔導結界及びプラウドフォースの回復量を引き上げて、クリティカルは自前でクリティカルアップ2と鋭気オートクリティカルを持っているので補強はしないでおきました。その代わり女神のキスと栄養のポーズで MP の補充をして、栄光のポーズで SCT の回収もしています。で、個性2の特技使用による上限追加ってのはおまけ程度でも考えていいかなと。なくても 66,999 ですからね。なので無理に開幕から特技ストックをたくさん用意して、その特技を使ってそれから詠唱開始するっていう状況を準備するよりかは、開幕から詠唱開始して、で、まあ、その魔法発動後魔法の演出中にチャージできている特技があれば使うっていうぐらいの活用でいいかなと。で、それよりもオートプロテクションとか知識の防壁で火ダメを軽減する方が優先すべき対策かなと思ってこちらを入れました。なので正直今回はね、育成テンプレ仮から大きくは変わってないんですよね。本当にシンプルに基本的なステータスを上げるスキルを中心に組めば、それだけでどの魔法であってもダメージが伸びるような内容に仕上げてみました。だから無属性アタックレースとかはね、なしにしました。アポカリプスそれでもカンストしますんで。まあ、っていう感じの仕上がりになりました。これで合計スキルコスト92となります。育成の参考となりましたら幸いです。高評価を押すかどうかはお任せします。で、最後にいつも言うことですが、育成テンプレっていうのはあくまでテンプレです。こっから足したり引いたりしながら、皆様それぞれの
剣聖ラグロボスを仕上げてみてください。それがラスクラというゲームの醍醐味です。まあ、という感じで今回ですね、まあ、かなり強烈なソーサラーがまあ実装されたということで、まあ、じゃあマジャとかレニウスがもう過去のものになったのかって言ったら、まあ、そうでもないと思うんですよね。全然あちらはあちらでね、使いどころはあるユニットだと思うんだけども、逆に言うとまあ今ですね、例えばコラボで始めた方とかっていうのは、ソーサラー枠が強いのいなかったと思いますんで、まあそういった意味で、今回、剣聖ラグロボス確保しておくっていうのもまあいいんじゃないかなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。